はい、どうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はいつもさっきのあれですよ、流れで散歩して浅草で、で一杯飲んだ後だから、だいぶ僕は酔っ払ってますけれども、帰りに最後の1個有名ですよ、亀十さん、亀十さんのどら焼き、これ1個320何円するやつ、最後に食べて僕は帰りたいと思います。びっくりするぐらいね、ふわふわ。いただきます。おいしいね、これね、全然違う、全然違う。僕は黒あんなんですけど、白あんもあるそうです。ふかふか、ふっかふかだね、本当に。なぜかお前外国人が有名になってる。僕は日本の木島です。聞いてない、イエロンの木島です。世論分かってない。これ本当美味しい。やろ、これね、知らなかったもん。テレビ番組でよく使われるんだよ。そうなんだ。昔はまあ番組名出すとね、ぷっかぷっか出さなくていい、出さなくていい、出さなくていい、あの番組特に出しちゃダメだよ。ぷっかぷか、本当にうまいっしょ。これさっきあったカップリンも教えてあげたいね。美味しかったです。ごちそうさまでした。